クナの完全復活には20本の指以外にも必要なものがあるのかもしれません。どうも皆さん、チャオ、モカです。ということで今回はスクナの完全復活と裏梅との関係についてお話をしていきたいなと思います。この完全復活ってところに関しては条件ですよね。スクナに関しては指が20本あるということで、とりあえずねこの20本を揃えないと復活できないっていうふうにはなってると思うわけなんですけど、おそらくこの20本の指以外にも必要なものがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。それが何なのかっていうと、イタドリが今スクナの器としてスクナの指を所有している人物になるわけじゃないですか。そしてそこからスクナがイタドリの体を乗っ取ればスクナは完全体になっていくっていうのは、そんな感じの展開でもありえるんですけど、なんかそうじゃない気がするわけなんですよ。単純に腕の本数だったりとか頭の数っていうのを考えてみると、本来のスクナっていうのはイタドリと違うわけじゃないですか。今はねそっくりな見た目で、なんか模様がね顔とか体にあるっていう状態にはなっているわけなんですが、本来のスクナっていうのは頭が2つ腕が4本っていうような、今のスクナよりも腕の数頭の数っていうものがそれぞれ倍になっているわけなんですよ。っていうのを考えると、単純にイタドリの体を乗っ取るだけでは完全体には戻れないんじゃないかなっていうふうに思うわけなんですよね。実際にねスクナとイタドリっていうのはスクナの聖徳領域の中で対面したりはしているわけなんですが、あの時のスクナの体っていうのはおそらくスクナ自身の体ではなくイタドリ自身の体を使っている状態になっていると思うので、実際にスクナはまだ実体を持っているわけではないと思うわけなんですよね。っていうのを考えると、スクナが復活するためには実体が必要なわけですよ。じゃあイタドリの体を使うとしても、それって一人分の体なわけなんですよね。でスクナっていうのは結合ソーセージなのではないのかっていうところがあるので、そう考えると双子の体になっているわけなんですよね。体は一つでも中身は二人っていうところで、人間二人分の体が必要なわけなんですよ。っていうのを考えると、スクナの完全復活にはイタドリ以外にももう一つ別の器が必要なんじゃないかなっていうふうに思うわけなんですよね。そしてこの裏梅との関係というところで、裏梅がどういう人物なのかですよ。この裏梅っていう名前に隠されてるんじゃないかなっていうふうに思うわけなんですよね。裏っていう部分と梅っていう部分に単純に分けることができるわけじゃないですか。この裏っていうところに関してはね、表裏の裏だったりとか、それこそ裏切りの裏でもあるわけじゃないですか。じゃあもう一つの梅が何を表しているのかって考えた時に、梅っていうのは菅原道真と思いっきり関わりが深いわけなんですよ。菅原道真っていうのは梅をこよなく愛していた人物になるわけなんですよね。だからこそ菅原道真が祀られている太宰府天満宮には梅がたくさん飾られているわけなんですよね。でこの菅原道真から考えていくと、五条家とつながるわけじゃないですか。でこの五条家について考えてみると、現代では五条悟のワンマンプレイになっているわけなんですよね。つまり五条先生以外の五条家っていうのは今のところ言われていないわけなんですよ。じゃあこの裏梅っていうのが菅原道真と何かしらの関係がある人物だとすれば、実はもともと五条家で五条家を裏切った人物なのではないのかっていうふうに思うわけなんですよね。実際裏梅に関してはまだまだ情報は少ないわけなんですが、白髪っていうことはすでに分かっているわけなんですよ。この白髪っていうところを考えていくと、五条と思い切りつながってくるわけなんですよね。で前回の動画でスクナっていうのが全員家の創始者なのではないのかっていうの話をしているわけなんですが、この呪術界御三家っていうのはあんまり仲いいわけじゃないんですよね。でしかもそれが昔の話となれば、今よりもさらに仲が悪かったと思うわけなんですよ。っていうのを考えると、全員家であるスクナと五条家である裏梅がなぜ接点があるのか、なぜ裏梅がスクナを迎えに来ましたっていうような感じで話しかけていたのかっていうところなんですよね。あの時って裏梅が思いっきりひざまずいてね、あからさまに敬意を払ってスクナに話しかけていたわけですよ。スクナっていうのが驚いていたわけじゃないですか。裏梅かみたいな感じで驚いてたってことは、スクナと裏梅には面識があるわけなんですよね。裏梅がね単純に生き残っているっていうのもなかなか怖いところではあるわけなんですが、すでに死者であいつも呪いに転じているっていう可能性もあるし、もしかすると五条家から別れた一族があって、そこの子孫たちは代々スクナの復活のために努めているみたいな、そんな感じの展開もあるんじゃないかなっていうふうに思ったりもするわけなんですよね。五条家を裏切った存在だからこそ、全員家の創始者であるスクナも裏梅に対しては特に敵対視をしていないみたいな、そんな感じの展開があってもそれっぽいんじゃないかなっていうふうにも思ったりするわけなんですよね。渋谷事変の中でね、二人が出会った時に関しては一旦は何もなくそのまま別れていったっていうふうになるわけなんですが、ここがやはり再び接点を持ち出すっていうところはあると思うので、そこでねどんな会話が生まれ
ていくのかっていうところだったりとか、裏梅の正体ですよね。裏の梅ということね、梅を裏切った存在、つまり菅原道真を裏切った存在っていうふうに考えると、この裏梅っていうのは五条家を裏切った人物たちが揃う家系なんじゃないかなっていうふうに思ったりもするわけなんですよね。はい、ということでね、今回は宿儺の完全復活に必要な条件と裏梅との関係についてお話をしました。ぜひね、これについてね、感想とくれましたらコメントよろしくお願いします。ということで、今回の動画が良かった方はぜひグッドボタンとチャンネルボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。Choose my dream.